イズワン・マハブドはシンガポール出身の同国代表サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。イズワン・マフブードと表記されることもある。シンガポール FA でユースとしてのキャリアを積んだ。S リーグのヤングライオンズに2008年に入団。2012年にシンガポールライオンズ12の設立に伴って同クラブに移籍した。 2013年にマレーシアスーパーリーグでの優勝メンバーになった。しかし、シンガポールライオンズ12は同年末に解散した。その状況下で彼は2015年6月16日の日本代表戦で活躍したことによって松本山が FC からトライアルのオファーを受け、2015年末にこのトライアルに参加した。トライアルでは 練習試合で45分間を無失点に抑え、反町孝二監督も彼に賛辞を送ったものの、入団はならなかった。松本山が FC は GK としてシュミットダニエルを獲得した。また、シンガポール代表監督を務めたらドイコ・アブラモビッチ監督を経由して、タイのチョンブリー FC からも興味を持たれていたものの、新たに、 選手兼任監督となったターサック・チャイマンの方針によって、チョンブリー FC への移籍もならなかった。その後、タンピネス・ローバース FC に移籍した。2018年から2シーズンにわたりタイリーグ2のノーンブワ・ピッチャー FC でプレー2019年12月17日、タイリーグ1のトラート FC と契約したが、コビト・ナイパンデミックによってタイリーグが 秋春生に移行することになり、シーズン再開前の2020年9月5日に、サムットプラーカーンシティ FC に移籍。2021年6月27日、ホーガンユナイテッド FC と契約。2010年に、第3次 EK として初招集され、第8回東南アジアサッカー選手権に帯同した。代表としてデビューしたのは、2011年7月18日の、 台湾戦である。2012年になると、政治系の座を獲得し、同年の第9回東南アジアサッカー選手権でシンガポールを大会最多となる4回目の優勝に導いた。2015年6月16日の日本戦で活躍を見せた。この試合、日本は23本のシュートを放ち、うち10本が枠内を捉えたがすべてこれをセーブした。 結局この試合は0から0の引き分けに終わり、シンガポール代表にとっては、主君の試合となった。試合終了後は一躍ヒーローとなり、バヒド・ハリル・ホジッチが、相手 GK が6点は不正だと強談し、味方のベルント・シュタンゲ監督は、最高の出来、J リーグでプレーする日も近いと賛辞を送っていた。当のイズワン本人も、今日は奇跡。僕の日だった。と喜び。 シンガポール最大手の新聞紙、ザ・ストレイツ・タイムズでは、埼玉発の特派員伝で、アジアの巨人日本に衝撃の結果と速報を打つほど、シンガポール国内では歓喜に包まれた。2014年3月8日、現在シンガポール・ライオンズ・12ルブ・シンガポール。ありがとうございます。